スプリング・ブレイカーズは、ハーモニー・コリン監督、脚本による2013年のアメリカ映画である。出演は、セレーナ・ゴメス、バネッサ・ハジェンズ、アシュレー・ベンソン、レイチェル・コリン、ジェームズ・フランコ。春休みを楽しむ4人の女子大学生たちが描かれる。第69回ベネツィア国際映画祭のコンペティション部門で、禁止賞を争った。フェイス、キャンディ、 ブリット、コキの大学生4人組はスプリングブレイクを迎えようとしていた。刺激のない日常を変えようと、彼女たちは旅行に出ることにするが、その資金を得るために、彼女たちは強盗をしでかした。軽い気持ちで行った強盗はあっさりとうまくいき、彼女はフロリダのビーチで春休みを満喫することができたものの、調子に乗りすぎた結果警察に見つかってしまう。 そんな彼女たちを助けたのは、うさんくさい雰囲気を漂わせる麻薬の売人、エイリアンだった。カッコ内は日本語吹き替えを務めた声優である。当初、主演女優陣は、セレーナ・ゴメス、バネッサ・ハジェンズ、エマ・ロバーツ、レイチェル・コリンとなる予定であった。エマ・ロバーツは、役作りのために体重を増やさなければならないと聞いた。コリン監督は、ハリウッドで、 ロバーツに似ていると評判の女優を意図的に集めた。2012年3月から4月にかけてフロリダ州セントピーターズバーグで撮影が行われた。2013年2月にパリで行われたプレミアノでのキャストたち。左からレイチェル・コリン、アシュレー・ベンソン、セレーナ・ゴメス、バネッサ・ハジェンズ。2012年5月に 第65回カンヌ国際映画祭に3分のプレビューが上映された。2012年9月4日に第69回ベネツィア国際映画祭でプレミア上映された。2013年3月15日にアメリカ合衆国のロサンゼルスとニューヨークで限定上映され、その1週間後に拡大公開された。イギリスでは2013年4月5日に限定公開された。 ロッテン・トマトズでは146件のレビューで、支持率は65%となった。ガーディアンのザイブルックスは、コリンの作品としては、ガンも以来、純粋に満足できると評した。ハフィントン・ポストのエマ・セリグマンは本作を、スカーフェイス・ミーツ・ブリトニー・スピアーズと説明した。インディワイアのオリバー・ライトルトンは将来カルト映画になるだろうと評した。日本の映画雑誌、 映画秘宝が発表した2013年度の映画に、対する、ワーストランキング、秘宝は、クサイアワードでは、他2作品と共に10位と評価された。なお、同紙ベストランキングでは22位。拡大公開された初週末3日間に4858,944ドルを売り上げ、初登場6位となった。ミュージック・フロム・ザ・モーション・ピクチャー・スプリング・ブレイカーズは、 2013年3月19日にビッグ、ビートとワーナーミュージックより発売された。ありがとうございます。